どうですか、この大きい看板。ゴルフエフォート相模原店の看板がリニューアルしました。ということで、今日はですね、相模原店から、お届けしたいと思います。相模原店店長のですね、こだわり抜いた、14本、What's in the Bag をこれからお届けします。ここはですね、相模原店の、2階になりますね。今日のメインですね、はいはい、相模原店の、はい、店長しております畠山です。よろしくお願いします。今日はですね、彼の、What's in the Bag ですね、こだわりの14本ということで、じゃあここはね、もう早速畠山店長のね、はい、こだわりがこうギュッと詰まったところからいっちゃいましょう。そうですね、はい、一番はやっぱ自分と、まあ、その経験がお客様にフィードバックがちゃんとできる、お客様の参考になればと思って普段からこういろいろ試してます。でこれは今自分がね本当に使ってるクラブですごくスコアの調子もいいので、一番自分が大事にしているところは、例えばこうウッド系であればやっぱシャフト、飛ぶ飛ばないとか、まあ、方向性ってやっぱシャフトなんで、だここはやっぱシャフトが重視。こちら側逆に鉄の方はフィーリングというか打感とかそういったところと顔っていうのを重視にして、だ2つのまあシャフトのテーマと、あとその打感とかそのフィーリングっていうテーマが、まあ、2つが軸になって自分はクラブを選んでます。なるほどね、はい、でそんな、考えの中で、はい、まずはそうですね、皆さんいろいろとこうウッド系のシャフトね、その昔は 70g 使ってたとか 60g 使ってたっていうね、ヘビーなエフォートのお客様が特にそうだと思うんですけど、今皆さん 50g の S、SR とか X とかね、軽くしたいなっていうこともすごく多いので、まあ、自分もそういうのに取り組んで今これ 50g のシャフトです。でこれはあのレイブの、インパクトボロンっていうシャフトですね。でこれのいいところっていうか、やっぱ気持ちよく振れる、あとその軽さがあって、まあ、310をちょっと切るぐらいのセッティング総重量になってます。でそれはやっぱ自分が振り切れる、でやっぱフィニッシュでちゃんと収まる範囲の重量にして選んでます。でそれと長ければクラブって飛ぶわけではなくって、やっぱミート率、あと自分がこうアドレスした時にこうちゃんとさばける長さっていうのが大事になってきます。飛距離とあとフェアウェイに落としたいっていうところになってくるんで、まあ今自分の体力ではこの重量とこの長さが一番こう安定して出せるので、まあこういうシャフトの重量に今してます。なのでここが 50g 台なので、そこから下の円の重量のコーディネートをしてあります。これね、レイブすごく気持ちよく振れます。で、まあ、一応これはどちらかというと中調子かな、手元が緩すぎずこう降り落ちてくるときにちゃんと追いついてきて、だけれども先が走りすぎるのも僕は嫌なんですよ。こう巻いちゃうのが嫌なんで、うん、なんでここがあのよれない感じ。こういうシャフトっていうのはちょっとはっきり言えば値段高いです、うん、でそのプレミアムのシャフトってそのプレーン上に戻ってくるこの再現性がやっぱ非常に高いっていうのが売りです。なので自分が無理して振らなければ自然とインパクトゾーンがこう整うようなシャフトなんです。ただその日自分がもう飛ばそうぜ、飛ばすぞって力んじゃうとシャフトは言うこと聞いてくれなくなるんですけど、自分さえ無理しなければシャフトはちゃんと定位置にヘッドを下ろしてくれるっていうのが、うん、こういうプレミアムのシャフトのいいところ、ね、うん、だからもうドライバーは僕はだからこれレイブだとかあとループとかね、そういうやっぱちょっとプレミアムシャフトにこだわって、うん、で選んでやってます。なるほど、はいはい、でそれにつながる、まあ、こっちは、これは3番ですね。3番はこれはロッディオ 60g 台、うん、フェアウェイとか、うんうん、今ここに出てる、まあ、ユーティリティとかも全部、まあ、重量18度は 80g、うん、これフェアウェイ用のシャフトを入れてます、はい、あえてね、うん、でこっちの4番のユーティリティは、こっちはハイブリッド用の 90g 台、うんうん、これもロッディオですね。だからシャフトウッド系は全部ロッディオ、うんうん、もうずっと5年以上これもすごく先端がスクエアに入ってくれるシャフトの感じ、うん、で切り返しも、動きすぎない感じで、うん、タイミングが取りやすい、うん、200ヤードぐらいのところを正確にどちらかといえば打ちたいので、そういったその先端を重視して
あと重さを普通よりはちょっと重めにしてあります。あのそれは粘りが必要なんですよね。自分がやっぱりこう200ヤードってどうしても力んじゃうんで、力む時ってやっぱスピンがこう早く動いちゃうんですよね。ただ早く動いたりとかこうヘッドアップとかしちゃうんですけど、それをシャフトの粘りで落ち着かせてる感じです。マク玉っていうのがやっぱ嫌なんで、うん、そういうような動きをしないように、うん、ちょっと重めのセッティングにしてます、うん、はいはい、こちらね、はい、あとこれ最近、うん、最近入れたやつ、もうこれで190ヤードぐらい打ちたい、うん、A グラインドの4番。おー、 A グラインド、はい、みんな難しいとかって言うんですけど、中空で球も上がるし、あの別に飛ばなくてもいいんです。190ヤード打てればすごくね拾いやすいフェースなんで、うん、はい、でこれはティーアップして打ったりもするんで、アイアンと同じスチールシャフトも、ね、うん、ケース、はいはい、こっちはどちらかというと、シャフトの重量とその安定感っていうのを中心に作ってます、うん、でヘッドは、まあ、ロッティオとかそのピーチューンなんかは、うん、そのチタンのヘッドなんで自然と球も上がってくれるし、あとその、まあ、ジクラブのいい打感、うん、顔っていうのを重視して選んでます。なるほど。今度鉄ですね、鉄側アイアン。アイアンはまあエフォート相模原はね、こうフィッティングサービスをやっておりますんで、あの自分 も、岐阜のその養老工場行って研修受けてねやってますんで、やっぱ水の使いたいというで、これは2020年のモデルですね。コンビネーションにしてあります、セミキャビティとマッスルのコンビネーション。これはモデルで言うと520と120ですね、うん、なるほど、はいはい、でここのシャフトも先ほどの言ってみてありましたね、うん、島田のケーズの115、うん、もうこれも5年以上使ってて、自分はそれ以下前はダイナミックゴールドの普通の S200 使ったんですけど、うん、やっぱりその体力がちょっと落ちてきて、ちょっとだけやっぱりあのロングアイアンでの振りやすさを出したいなと思って重量を少し下げた時に初めて使ったのがこのケーズのシャフトなんですけど、これも中調子だから、ここが、もたつかず、ここの先端もしっかりしているっていう振りやすいで、水野は島田は用意されていないシャフトなので、わざわざリシャフトしてこのシャフトを入れてます。で、まあ、エフォートですから組み立てするときに、まあ、こう不要な鉛とかを全部排除して、もうヘッド、シャフト、グリップの素材の重さだけで一回組みました、うんうんうん、だけれどもやっぱちょっとバランスが少し軽かったので、こう外鉛にね、こういうふうに全部外鉛貼ってます。ただこういうところに鉛を入れてやってしまうと、本来のこのヘッドたちシャフトとかの重量の組み合わせの答えが正しく出ないんですよね。だからできればあんまりこういじって組み立てはしたくなくって、まあ、自分もだから全部そういうの排除して作ったんですけど、さすがに、ちょっとしなりが足りないなと思ったので、こういうふうに外鉛で微調整してます。でウェッジもこれも島田の、120g やつですね。これカラーリングも若干違うんですね。そうですね、これはあのブラックのちょっとコーティングしてあって、やっぱグリーン周りでその反射させたくない。お、はい、まあね、あのダイナミックゴールドだとオニキスカラーって真っ黒なやつありますけど、島田もこういうブラックのコーティングしてあって、その低反射ね、はい、してあります。で、まあ、これはヘッドも今回これアクシスの Z3 っていうウェッジのノーメッキーを使ってます、うん、だやっぱちょっとこう黒ずんだ感じの雰囲気なので、一応そのシャフトの光沢もその揃えるような雰囲気にしてあるかなっていう。結構セットついてるね。そうですね、うん、あのこれとは別に僕はマスダのグースのネックも持ってるし、マスダのストレートも持ってるんですけど、やっぱりその使うとすごく優しい、うんうん、まあ、そのマスダも引っ張り出して使う時もあるし、うん、まあ、今はねこのアクシスの Z3 をメインに使ってますけどね。で、14本目は、はい、パターはこれですね、キャメロンの SSS、うんうん、はい、ちょっと古いモデルですね、うん、はい、ニューポート2だね。ニューポート2ですね、はい、僕がちょっと気がついたことが何点かあって、それをちょっと話したいんだけど、まずドライバーだけが、バックラインありなんですね。
僕が思うにこのドライバーだけバックラインがあるっていうのは ものすごく大事だなと思ったのは、一番やっぱり長いクラブを振る時にフェースがどこ向いてんだろうっていうのを結構皆さんこう見失いがちなんだけど、バックラインが入ってることでフェース面が分かるっていうメリット、うん、そうですね、このこだわりが素晴らしいなと。自分やっぱこう長いクラブなので、そのこうインパクトの時に開くのも嫌だし閉じるのも嫌だね。そうなんですよね。だからこうやっぱ自分どこがで打てるかっていう、そのニュートラルの位置を最後まで掴んでおきたいのでバックラインありしてますね。やっぱ長いクラブはこう振るの難しいですからね、はい、それとね、もう一つは、ユーティリティが2本あって、ええ、この18度と21度があったんですけど、うん、この18度をウッド用を入れてるっていうことですね、そうですね、シャフト、はい、でこっちは、ハイブリッド用を入れてる、うん、だからどっちかっていうと同じ、ピーチューンの 3U と 4U なんだけど、どっちかっていうとこれはフェアウェイウッド寄りにセッティングしてるであろう、そうですね、はい、その通りですね、うん、ことだと思います。だからこういう工夫は工房があるお店じゃないとなかなかこういう発想っていうのはね、そうですね、出てこないかなと。もう本当にナイスな。それとね、気のせいかな、ちょっと自分がアイアンでちょっと気になったのは、気持ちロフト寝かしてる？あ、すごいですね。これは ねこの下のマッスルとそのフェイスのアングル、フェイスプログレッションを合わせるために、本来520って立ったロフトのものなんですけど、それを1度半ぐらい寝かせて、そのストレートな感じ、こちら側のネック形状に合わせてます、はい、さあその飛距離よりもこう何ですかね、引っかかるとか、あとその5番アイアンとか6番ってやっぱりちょっと力むじゃないですか、180度飛ばしたいとかっていう、その時に巻き玉にならないように、フェースを少しこうちゃんとストレートになるというかね、はい、これ以上引っかからないようにっていう風にしてロフトを寝かせて、そのフェースプログレッションを合わせて、はい、これはもうここのコンビネーションならではの、そのどうしても出てくるその差をなくすためにロフトを寝かしてます。芝の上でアドレスする時にこうこの番手はこう構えなきゃとかっていうのは絶対嫌なんです、もういつもスッと同じようにそのスムーズに構えたいので見た目を重視してます。なるほど、はい、はい、ということでですね、相模原店店長の、今日はね、もうこだわりの凝縮したワッツインザバッグを皆さん にお届けしました。でちゃんとねこうキャディバッグもジョーンズ、あのシンプルなキャディバッグでね、大きすぎず小さすぎずとね、はい、使い勝手も抜群で、それと、まあ、こういうのをね、サングラスケースとスコープボックス、まあ、こういうところもねやっぱりこうかっこいいじゃないね。そうですね、まあ、やっぱり今回はね黒のバッグなんで黒の統一にして、うん、はい、やってますね。こう、うん、サークルこれも最高です、はい、ということで今日はですね、相模原店の2階から、お届けしてまいりました。皆さんのお役に立てればと、ね、はいはい、クラブとかね、あとはそのシャフトだとかの、まあ、グリップなんかもね、悩んでらっしゃる方はぜひですね、相模原店に お電話していただくなり、ご来店ください。そうですね、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回フォートチャンネルでお会いしましょう。バイバイ、はい。